はい、ナマステケイチローがお送りするタブララジオナビゲーターのケイチローです。番組名にもなっているインドの楽器タブラをやっているケイチローがインドのことやらタブラのことはたまた全く関係のないことを喋ったり喋らなかったりする番組となっております。ハエが僕の上で遊んでいますね。こう動いても逃げないっていうね、なかなか強いですね。それでも気にしません。気にしないけど口に入らないようには気にします。口には入ってほしくないです。さ、皆さん調子はどうですかね。なんかね、デリーの方で49.9度記録したらしくてね、気温がもう暑くて大変ですよ。うん、暑くて大変だけどね、まあこう頑張ってますよ私は。まあ暑いのはいいんだけどね、さすがにちょっと電気がね止まって、こうファンさえもつけれんくなったらちょっときついなって思うんだけど、まあそれでもなんとかやってますね。日々暑さに対策を日本からねしてますから、私はなんとか頑張ってます。熱中症にも負けずに。タブラジオ。僕はそんな感じでちょいちょいやってますけどね。なんか5月29日にね、工場屋っていうアルバム、椎名林檎さんのねアルバムが出るらしいんですけど、それにねチャランポランタンのももちゃんがと、まあ、その他いろんな人が共演っていうか一緒にやってるらしいけどね、なんかそのアルバムにねこう令和の上がりの文字が書いてあって、おっと思って、それだけ嬉しい、インドやみたいな。まあデーバナーガリーっていうのは、まあ、日本でいう日本語カタカナとかね、文字にした時の名前か。デーバナーガリーでヒンドゥー語を書くみたいなね。なんかカーニバルって書いてあったけどね、その表紙アルバムの表紙かわかんないけど、なんか猫がいっぱい描いた絵に下にカールニバルって書いてあって、多分カールニバルだと思うけど、なんか英語ヒンドゥーデバナガリで書いてるっていう、なんでやねんみたいな。読んで、あ、まあアイスクリームとかも一緒だね。アイスクリームも英語だけどカタカナで書くとアイスクリームってね、そのまま読む表記をカタカナで書く、そんな感じで、ね、カーニバルって書いてあってね、嬉しいですね。まだももちゃんとの歌のやつしか聞いてないからあれだけど、なんかそうやってインドっぽい要素の音楽もやってるんですかね、楽しみですね。とうとう最後のふんどしがねなくなってしまってね、まあ、僕の勝手な話ですけど、最後のふんどしがなくなってね、とうとうふんどし生活終了みたいな。まあ何も変わらないけどね。でもなんかヨガとかやってる時にね、こう腰から見えたらちょっと恥ずかしいなっていうのは思ってたんで、もうそういうのが
亡くなった。そういうことは起きないので、ふんどしを終わって、ありがとうございましたって感じで、そのふんどしヨガつながりですけど、ヨガといえばね、最近終わってね、どうっていうか、なんかダメなんだけどね、やっぱクラスがないとなかなかやる気になれないっていうか、ちゃんとヨガやらなかったね。まあなんかストレッチみたいな感じでね、軽くはやってますけどね。ちゃんとアーサナやらなかんなーと、先生に怒られちゃうな。まあなんかいい、まあ今はねちょっとまあのんびりして、やる気が出たらやりたいなと思うけど、まあでもなんかそのヨガで得た知識っていうかね、なんか体のポジションっていうか、そういうのはなんとなく覚えたっていうか、あ、こうあるべきなん、こういう動きであるべきなんだなみたいな、そういうのは知れたね。すごい良かったですよ。ヨガやって一番良かったね、それが。なんか自分の可動域について考えるみたいな、あ、全然ダメやみたいなね、全然動かないやんとか、いろいろそういうのが分かってね、そういうのが分かるとね、こう体だけじゃなくて、こうタブラとか、こう指でもね、こうその力の入れ具合っていうのを利用できるっていうかね、だから本当にいいですよ。なんかまあ僕10年間自粛しに来てね、やっとヨガをやり始めたんだけどね、あ、こういう良さがあんだな、ヨガってって思いましたね。タムラタムラタムララジオ、なんか本当この体の見方っていうか、なんて言うんだろうな、その動きを知れたのは本当良かったね。その正しい、動きっていうか、そういうのを知ってればね、いろんなところに応用、さっきも言ったけど、こう指の動き、タブラの演奏の指の動きとかにもなんか使えるって適用できるっていうかね、なんかすごいいいと思ったし、なんか正直ヨガっていうとなんかチャクラとかなんか謎なちょっとスピリチュアルっていうか、なんかとっつきにくいって思う人結構おるかもしれんけど、なんか僕も、ね、なんかチャクラとか何みたいなこんなインド来てますけどチャクラとか何みたいな感じでね、思ってる人なんでねいやまあ否定的ではないですけど、もちろん、そうそこだけは勘違いしてほしくないんですけどね。なんかでもまあなんか少なからずね、そう思う人って結構いっぱいおると思うけど、実際僕がやってみてね、なんかそのまあアイアンガヨガだけ、アイアンガヨガの話だけどね、僕がやってる、でもまあヨガはね、どのヨガだってまあその行き着くところ、目指すところは多分同じだと思うからね、もともと多分一つのヨガから発生したんだろうしね、多分よう知らんけどそれでなんかとっつきにくいなって人おるかもしれんけど、
まあ僕がやってみてね、なんかそういう、まあそれは置いといてね、まあそれは後の話なんでね、大半の人はまあ本当ストレッチって言っちゃなんだけど、そういうアーサナーで体の動きを覚えるところまでしかやらないと思うし、それでねなんかすごいヨガハマったって人は多分そういう精神的な面も掘り下げていったりすればいいと思うけど、うん、まずはなんかそういうのはまあ一旦置いといてね、なんか本当自分の体を知るっていう感じでみんなヨガやったらいいなって思った、今回ね僕が初めてなんかこんなインド来てるのに、来てるけどこういう初めての話で多分なんか結構重要っていうか、みんな気になるところじゃないかなと思ってね、うん、一定数ヨガ否定派じゃないけど懐疑的な人はいると思うからね、なんか僕が気づいたっていうかすごい良かったなっていうのはね、体を知るっていう、なんか逆になんかそういうのもねしっかり教えてくれるっていうか、ただなんか体を動かすだけの人じゃなくてね、なんかそういうなんか体の仕組みとかもねしっかり教えてくれるような先生がいい先生なのかなって思ったね。言われないとわからないからね、うん、なんか先生を選ぶっていう、まあアイアンガーでの話ですけど、他の用がちょっとわかんないけどね、なんかそういうのを見てね、なんかそういうのを見てね、なんか教室とか選んだりしたらいいのかなって思った、うん、ほんとねヨガおすすめですおすすめですヨガやってね、なんかやっぱ姿勢とか気になるようになったし、自分もだし、なんか他の人のね、あの人なんかすごい背中曲がってんなとか肩丸まってんなとかすごい見るように見る、勝手に入ってくるようになってきてね、うん、なんかそういう面でも、あ、僕もしっかり背中なって思って、やっぱ姿勢いいとね、それだけでなんか美しかったりかっこよかったり、なんかたった姿勢がいいだけでね、なんかすごい変わると思うからね、まあ一旦なんかチャクラやら何やらかんやらは置いといてねそういう体の動きを知るっていう感じで、みんなまずはヨガやってみればいいんじゃないかなって思った。まあ、なんかちょっと否定ではないけど、ちょっと懐疑疑う派だった僕がね言うからね、だから疑ってた派の人は僕の話がね結構なんか参考になるなればなって思う。まあそうだね、うん、まあこんなんで最近何もやってね僕は言いますけどまあちょっとやってますよ、ちょっとはちょっとやってますなんか僕はねやっぱタブラでこう手は動かすけど足は動かさないからね、なんか非常に足下半身が弱いし、こう動く範囲が少ないんだなっていうのはこの半年で気づいたからね、とりあえずまた日本にいるときは
まあ、ちょっと足を下半身周りをちょっとほぐせれたらなっていうので思っています。目標です、僕。最近はね、こうヨガ終わったからね、ちょっと時間があるっていうか、なんか時間があるけど、まあ、あんま動いてないしなっていうので、またちょっと写真を撮り始めたんだけどね、インスタグラムの方にちょいちょい上げてるんで見てください、ね、結構いい写真、いい、なんかいいな写真、この写真とかあるんでフォローもしてください、ね、いいねもしてね。なんかね、こう今までこう顔のアップの写真が多かったけどね、なんか友達が写真写してるの、タイの写真かどっかの写真をね見てね、あ、なんかすごい綺麗だなと思って、なんか僕もそういう写真撮りたいと思ってね今頑張ってます。まあそのように綺麗に撮れてるかわかんないけど、なんか色味、インドの色味をみんなに写真でお伝えできしたいなみたいなそんな気持ちで撮ってるので、色味ってなんだろうわかんないけど、でも正直ね、ちょっと写真撮るの怖いなみたいな、なんかちょっといい、いや、ちょっとやめてそれみたいなこと言われた、結構ショックだしだから、ね、結構心弱いかなんか、結構心打たれるんだよね、なんかこう撮るまではね、まあそれもちょっとね、でもやっぱ結構いい反応してくれる人とかはいてね、いてってか、まあ、そういう人ばっかじゃない、まあ、大半はなんかいい反応ってかしてくれたりしてね、そういうなんかあれがあるとこっちも嬉しいね、あ、やっぱこう怖がらずに聞いてよかったああ思うね。でまあちょっとまたこうカメラについてね、いろいろもっと考察していこうと思ってね、今どういう設定でなんかやればいいのかなとかいろいろ見ててね、うん、でなんかこう今カメラに乗り気になってきた時にねなんかこうカメラのこう目覗くところのこの目に当たるところってか、そこのなんか部品がポロって取れちゃっててねやべ、なくなったと思って、いや別にはなくてもいいんだけど、なんかこう乗り気だったところにねなんかその部品なくなって、ちょっと結構落ち込んだんだけどねいやでもまあ次の日探しに行こうと思ってね、でもなくてもまあいいやん、別に撮るのには支障ないから、ケイチロそんなに落ち込むなよって、ね、自分を励ましつつね、で次の日朝ね、こうそのなくした日の道順をね歩いてたらね、道の途中で落ちてたんだよ落ちてて、ここにおったかみたいな、無傷の状態でねなんか嬉しかったね、頑張るってなった、うん、そんなんでね、最近ね、まあ、またやめるってか、ちょっとあんま元気になったりしたりもするけど、まあ、ちょいちょいまたカメラもね、なんか今回ね、まあ、またなんかカメラだけの話も
できたらいいなって思うけど、まあ、カルカナシと単焦点しか持ってきてなくてね今回、でずっと僕が撮ってる写真は単焦点で撮ってるんだけど、まあ僕そんな詳しくないからね、単焦点だからなんだっていう話もよくわかんないけどまあズームができないから足で動くみたいな感じだけど、ずっとそれで撮ってたね。まあなんかたまにズーム欲しいなって思わんくもないけど、まあ単焦点1本でも全然いけるなって、思ってますね今のところ。まあまたなんかこの辺の詳しい話もねしたいと思いますが、それが最近のね写真事情というかあれジンバルのなんか電池が切れちゃうかもしれないやばい、おお。タブララジオ。せっかくジンバル持ってきたのにジンバルの充電器が切れちゃいましたね。まあ続けますそのまま。でねとうとうね帰りってか、まあデリーに行く、リシケシを離れるのがもう1ヶ月を切ってね、最近はなんかいろいろ帰りの準備とかしてね、なんかあれか買いたいな、これ買いたいなとかいろいろなんか後回しにしてたやつを今いろいろやっててね、なんかねインドでインスタ見てるとねやっぱインドの広告とか出てきてね、なんかめっちゃ可愛いやんとかいろいろ現れるんだけどね、そんな感じでこの前もね布をね買ってね今到着待ちなんだけどね、なんかでこの前なんか DTM のサンプルサウンドボリウッドのサンプルサウンドみたいなやつがね広告で出てきてね、おおと思ってなんかいいやんこれと思ってた。んでそれを買おうと思ってね試したんだけど、最後のクレジット決済が全然できんくってね、あーこれダメやみたいなね。でそうこうしとるうちになんかそのクレジット会社に電話とか連絡入れて使えないとか言ってる、そうこうしてるうちになんかソールドアウトになっちゃってね、くそなくなっちまったと思って、もう自分がどれだけ欲しかったのかっていうのをねこう身にしめてね、でまあなんかそういう感じのないかなと思ってね、やっぱ日本で探してるとこう日本のサイトとか、まあ海外って言ってもなんかアメリカとかヨーロッパとかのなんかそういう売ってるサイトとかねあって、まあ、結構高くてね、そうそう、でなんかちょっと手出しづらいなって思ってたけど、さすがインドかわかんないけど結構安くてね、でそうそう、それでこんな安いし欲しいなって思って結局売り切れでね、でその売り切れてああって思ってたらまたなんか広告が出てきてね、そのもしやと思って見に行ったらなんかソールドアウトがまた終わっててね、また売っててイエーイと思ってねでまた問題のクレジット決済をねこう何度か頑張ったらねなんと決済できてねそうそう、まあ、最悪なんかゴルジとかにお金だけ渡してなんかやってもらうと思ったけど、
自分の力でねできてねとボリウッドサウンドボリウッドのサンプルサウンドがゲットしたからね、まあ、なんか今後また日本に帰ったらねこうそっちの制作作業の方にねまた力を入れていきたいっていうかね、なんか音楽活動の方をまあ一人でですけど一人でっていうか、まあ、なんかコンサートとかはまだ全然あれなんで、こう YouTube の音楽系の方をねなんかできたらいいなと思ってね、うん、そんな買い物があったりしてね、最近はなんかいろいろ本当準備してますね、帰りの準備ってほどはないけど、なんか今のうちにね買えるものみたいな、結構なんか悩んでるとまあまあいいや、まあ買わんで別にいらんしなってよく思いがちだけどねまあインドにせっかくいるからインドで買えるものみたいなのね、なんか意識的にいろいろ揃えれてたらなって最近思っていますね。このせっかくのねこう特別な環境をね十分生かしていきたいなって思っています。そんな感じでね、まあ1ヶ月切ったけどね、こんな感じで、まあちょっと準備とかでね忙しくてあんま YouTube 出されないといってもまあちょいちょい出してますけどね、前みたいに毎日出してねえやんってまあ別に毎日出そうと思って出してるわけではないんでたまたまできるから出してる。でもまあですね、頑張っていきたいと思う、帰りまでに。まだちょいちょいなんかそのカメラのこととかなんかインドの生活のこととかねいろいろ撮りたいものあるんだけどね、まあそういう撮りたいものリストをね、まああと1ヶ月でちょいちょいやっていきたいと思います。そんな感じでね最近の出来事でしたねはい、まあ、そんな感じでまたお会いしましょう。昔はね、この後ろが サトウキビ畑だったんだよね、ずっと。今年見たらなんか麦畑になってたね。でも あっちの方とかはまだサトウキビっぽいから、ほんとずっとサトウキビだね。インドにサトウキビやってんだみたいなたまに言われるけど、すごいですねサトウキビ農園、インドの電線いつも鬼みたいだなって見てる。今夕日もそろそろ日が落ちそうですけど、まあそんな感じでグルジの奥さんの家からお送りしましたタブララジオ。またいつか会いましょうそんな感じで今回は終わりにしたいと思います。たたー。
さよなら。バイビー。Men vad är det som är det? Det är det som är det.